よく晴れた天気になりました。横浜スタジアムです。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの15回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッター。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？いかに点を取って先発投手を楽にしてあげられるかが一つ。バッターは梶谷。ここのところ当たりが出ていません。さあ、ジャイアンツはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをベイスターズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。変化球空振り、ワンアウトです。さあ、バッターは筒香。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。初球ヒー、センターへ打球伸びる、ここは外野へのフライ、センター掴んで2アウト。バッターは3番の宮崎。2アウトになっています。マウンド上、立原、そしてキャッチャーは炭谷。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。引っ張った、これはどうか、坂本一塁アウトで3アウトチェンジです。2回の裏、さあベイスターズ、この回は4番から始まります。外が打席に入ります。昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。坂本抑えてワンアウト。5番バッターロペス、まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーは立原、ここまで14勝をマークしています。防御率も現在リーグトップです。里崎さん、それにしてもよく抑えてますよね。まあ防御率がね、物語ってますよね。ここまではいい内容だと思いますね。ええ、非常に好調な様子が伺えます。打ちました、ショートが取る、おっと、これはファーストのエラーです。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。6番バッター桑原、昨日はマルチアンダーを記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。エラーでランナーを出しています。インコース、これは外れます。インコースを厳しく攻めます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。ここも見送ってよく選びました。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。追い込まれました。これは内へ外れます。切りました、ファウル。抜けていれば先制かというところでした。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。せめて右を。バッターの伊藤、今シーズン得点圏での打率は2割3分4厘となっています。まあもっと打っていかないと厳しいですよね。ええ、まあここはシンプルにボールを取る。セーフ。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れて、インコース詰まりました。吉川が掴んで3アウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。次はピッチャーの打順ですが、先発の立原、打席に入ります。ここはしっかりとアウトを取りたいですね。そうですね。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となります。
赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。引っ張った、これはファーストライナー。打順はトップに帰って梶谷。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。立原、まずは先頭バッターを打ち取っています。落ちる球を持ってきました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掴んでツーアウトです。バッターボックスは2番筒香。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。これはどうだ。ピッチャーが取る。一塁アウト、スリーアウトです。さあ一塁には追加点のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。まあアウトになると次の回はピッチャーからですから、走りにくい場面ではありますよね。はい、そうですよね。ランナーここはスタート切りません。打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁。 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。宮崎がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。ここはフライになっています。打順は4番ソト。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウト。高めのボール打ちました。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。ツーアウトです。打席には5番バッターロペス。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ツーアウトになっています。この回のベイスターズ打線ですが、2球でツーアウト、淡白な攻撃となっています。ちょっと簡単に打ち取られず、引っ張った、サード取った、一塁送球、ランナー出ました。 DeNA ベイスターズです。ツーアウトランナー一塁。打席には6番バッター桑原。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。体に近いところ、ボールになります。ここは甘い球が来たら打っていきたいですね。なるほど、そうですか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。ピッチャーが構えます。立原抑えて3アウトチェンジです。赤星さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですが、いかがですかね。そうですね、イニング的にもそろそろこの辺りで得点しておきたいですよね。そうですよね、反撃なるか注目です。ボールになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番伊藤。先ほどの打席は先制のチャンスだったんです。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。バッターボックスには代打の伊藤。デッドボールのランナーが出ています。空振りです。低め、これは決まった。ノーボールツーストライク。低めは外れました。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター梶谷。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトランナー一塁です。次が4球目、ファウルになります。さあ5球目は何か。変化球空振り、ボール球に手を出しました。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。6回の裏、追いかけるベイスターズの攻撃。バッターボックス筒香。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ベイスターズビハインドで迎える6回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。
そうですね、まあこの辺りから詰めていかない。引っ張った、おっと取った、筒香ヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは3番宮崎、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。宮崎ヒットが出ます。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには外が入ります。さあ得点圏にランナーを置いています。まだ中盤ですから1点ずつでも返していけばまだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですね。またファウル。バッターボックスの外、今シーズンの得点圏打率は2割9分5厘となっています。さあ6球目は何か、チャンスの場面振っていきましたが三振、インサイド落ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライで2アウト。さあそして打席には桑原が入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。このチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。まだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですよね。空振り三振、ランナーは動けませんでした。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんでこれ以上打ちました、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウト。まあ赤星さん、もうランナーを貯めて返していくしかないですよね。そうですよね、もうこれはどんどん後ろのバッターにつないでいくっていうことになってきますよね。はい、そのつながりを作ることができるのか注目です。変化球空振り、ワンアウトです。8番バッター伊藤、先ほどの打席はデッドボールでした。立原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高めに持ってきました、あっという間に2ストライクです。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。次が5球目、引っ張った、レフト前ヒット、伊藤、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウト。バッターボックスには代打の峰井、ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース、ファウル、インコース落としました、インコース、ワンボールツーストライクです。際どいですね、よく選びましたよね。外の変化球わずかに外れました、見逃して三振になります。ツーアウトになっています。打順はトップに帰って梶谷、今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。さあ仕留められるか、これでフルカウント、ここからは確実に狙っていきたい。三振になります、スリーアウトチェンジ。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの立原、失敗したら次回ピッチャーからの打順になりますから、ここは盗塁はないですね。はい、牽制の上手いピッチャーですから要注意ですよね。ああそうですね、高め打ちました、レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。8回の裏に入りました、追いかけるベイスターズの攻撃。打順は2番筒香、先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。ベイスターズビハインドで迎える8回の攻撃です。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。そうですね、とにかくこの回に1点は取っておかないと。引っ張った、ライトに上がった、ここは打ち上げています。これは平凡なライトフライ、ライトが取りました。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。打順は3番宮崎、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。立原、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。
バッターボックスは4番ソト。今日はまだ当たりがありません。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ツーアウト。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ショートに任せます。取ってスリーアウトです。赤星さん、まあ当然意地の一発は狙ってるでしょうね。そうですね。ここまで来るとランナーを貯めようというよりもなんとか1点返そうという気持ちになってくると思いますからね。そうですよね。そんな展開になるんでしょうか。変化球空振り、ワンアウトです。打順は6番桑原。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。変化球空振り、あえなく三振です。バッターボックスには7番大和。今日は3打席全て三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。2球目ショート弾く、ボールを拾って大和、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー。バッターボックスには代打の戸柱。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。いいところに決めましたね。変化球空振り、試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。 DeNA ベイスターズは屈辱の。東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ。まずはジャイアンツの先発立原、東京ドームのマウンドに上がります。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。スライダーが決まります。ワンボールツーストライクです。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている畠山。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。
いやーホームランが打てたのは大きかったですよね。ええさあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。立原まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー立原変化球空振り。3番バッター山田5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですよね本人も今状態がいいんだと言ってましたからね。はいさあ今日も続けることができるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーは立原ここまで15勝をマークしています。防御率も現在リーグトップです。里崎さんそれに変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。2回の表スワローズの攻撃バッターボックスには4番バレンティン現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さてジャイアンツの先発は立原今日が18試合目の登板です。前回の登板は9イニング投げて白星を挙げて現在ハーラーダービーでリーグトップとなっています。惜しいですね決まったかと思いましたよね。はい外の変化球わずかに外れてボール打ちました。打球は右中間へライト掴んでワンアウト。さあバッターは青木ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。いいボールですね。はい変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。打ちました。打球はセンターへこの打球はフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは6番西浦ツーアウトになっています。最近4連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているジャイアンツですが負けは込みましたが首位です。膝元への変化球ノーボールツーストライクです。惜しいボールでしたね。はい変化球わずかに外れてボール。バッターよく見ました。5球目は何で来るか。インサイド落ちました。高く上がりました。掴んで3アウト。里崎さんまずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあうまく抑えてますよね。ただ力んだ時だけが怖いかなっていうのはありますかね。投球フォームが乱れるんでねそこだけが若干心配なところではあります。なるほど力みというのは禁物ですね。ファウルです。変化球が高めに外れています。変化球入りません。次が6球目打ちました。取りました。アウト。スーパープレーが飛び出しました。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん走り込みながら見事にキャッチ。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやーこれはよく取りましたよね。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている中村。今シーズンここまでホームランは1本。まずはワンアウトを取っています。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って先発の石川がバッターボックスに入ります。まあ少し不安な球種とかをここで試してみてもいいかもしれませんね。そうですね。変化球が決まりました。ノーボールツーストライク。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。西さん早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。そうですね主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。バッター見送りました。見逃して三振です。はいは4回の表ヤクルトスワローズ打順よく1番から始まります。バッターは坂口。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ里崎さん変化球で空振りを取ります。
バッターボックスには2番畠山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。勝原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球空振り、ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。まあバッターはストライクに見えたんでしょうね。打席には3番バッター山田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。2アウトランナーありません。2球目打ちました。ここは打ち上げています。勝原掴んで3アウトです。里崎さん、両投手ともにここまで0点に抑えています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、両投手ともに状態は良さそうですしね。本当に丁寧なピッチングでここまで来てますよね。そうですね、こういったピッチングが続いていくんでしょうか。打ちました、痛烈な打球伸びていく、そのままスタンドに入りました。ようやく均衡が破れました。ジャイアンツ痛い一発を浴びています。低めのボール、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンド5番に一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。アウトコース決まってストライク。スピードボールを持っています。低め、ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには6番西浦。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーなしです。さて高めのボール、レフトへ打球伸びる、丸が掴んで2アウト。7番バッター大引き、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトになっています。これが2球目。打った、高く上がった、これはどうか、センター左へのヒット。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。2アウトランナー2塁。ご覧いただきましょう、非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。さあそしてバッターボックスには中村が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですね。このバッターと勝負ですね。そのようです。きっちりと見極めました。見逃しで三振を奪います。次はピッチャーの打順ですが、先発の勝原バッターボックスです。まあ勝ちたいという気持ちを打席でも見せてほしいですね。そうですね。見送ります。この球は外れています。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。見逃し三振。配球表をご覧いただいています。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。ストライクになります。ノーボールツーストライク。打ちました吉川、アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター坂口、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。勝原、まずは先頭バッター、変化球空振り、バッターは2番畠山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。2アウトランナーありません。外れましたか。いいボールでしたけどね。アウトロー際どいところ、まず打った、左中間に強い打球、さあどうだ、スタンドには届きません。畠山、これが今日の初ヒット。2アウトランナー1塁、うまく持っていきました。非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。バッターボックスには3番山田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。
接戦の中でホームランを浴びている。これが初球。インコース決まっています。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打順は5番青木。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。立原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。6番バッター西浦、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。ここはフライになっています。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。連敗を4で止めています。西さん、東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ、まずはジャイアンツの先発立原。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできている。初球打ち、この打球はフライになっています。掘ってワンアウトです。バッターは2番に入っている上本。ここのところ当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは立原、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ここは打ち上げています。サードが構えます。取ってツーアウトです。バッターボックスは3番ナバーロ。前回のゲームはマルチアンダーを記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあここも期待がかかります。ツーアウトになっています。この回の立原3球でアウト。効率のいいピッチ、これはバットです。三振です。さあバッターはソラーテ。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。初球打ち、ここはフライになっています。立原抑えています。ワンアウト。バッターボックスは5番中谷。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。立原、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーは立原。ここまで16勝をマークしています。防御率も現在リーグトップです。小宮山さん、それにしてもよく抑えてますよね。まあ結果も出てますし、ここまでは内容的にもいいですよね。ええ、非常に好調な様子が伺えます。さあ一塁には同点のランナー。バッターボックスには北条。
ここはエンドランも警戒しておきたいですよね。さあランナーをどう生かしてくる。インコース詰まりました。岡本が掴んで2アウト。バッターは7番に入っている福留。今シーズンここまでホームランは6本。2アウトになっています。低め、これは決まった。インローボーファウルです。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。インサイド落ちました。これはセンターに抜けました。ジャイアンツピンチになりました。2アウト2塁1塁。さあそして打席には梅野が入っています。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。ふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。掴んで3アウト。同点は許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただきます。さあ打席には先発の立原入ります。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これは体に近いところ。ノーボールツーストライクです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を広げます。まあそうですね。取れ小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえた。初球打ち、センターに打球伸びる。この打球はフライになっています。打順はトップに帰って糸井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。いいボールが行きましたね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。見逃し三振。打席には2番バッター上本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナーありません。高めスライダー外れました。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。低め外れました。インサイド落ちました。打ち上げた。キャッチャーが落下点に入ります。掴んで3アウト。回は4回の表に入っています。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ナバーロがバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファールボール。次のボール外すのであればその次のボールの伏線ですね。はい。インサイド落ちました。センターへ抜ける。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには4番ソラーテ。先ほどの打席は内野フライに打ち取る。インサイド落ちました。これはどうだ。ピッチャー取った。2塁アウト。バッターボックスには5番中谷。先ほどの打席は内野安打でした。ゲッツー崩れでランナーは残っています。さあ2球目は何か。打ちました。打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフト掴んで2アウト。バッターボックスは6番北条。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。打ちました。高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。小宮山さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。そうですね、非常にいいリズムで、投げれているというふうに思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。ボールになります。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。立原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが立原、そしてタイガースが岩貞。この2人の投げ合いとなっています。アウト2アウト。
ピッチャーに打順が回って先発の岩貞が打席に入ります。まあ、ここはピッチャー相手でも雑になってはいけませんね。そうですね。ファウルになります。まあ、次の球もストレートはありですね。なるほど。さあどう来るか。変化球で空振りを取ります。スリーアウト。先発の勝原バッターボックスに入ります。先ほどのタイムリーは見事でしたね。ここももう一本狙っていってほしいですね。高め打ちました。これはセンターに抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。東京ドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは糸井。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。変化球空振り、ワンアウトです。2番バッター上本。先ほどの打席はファールフライに倒れています。勝原まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコースファウル、ノーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。サードが落下点に入ります。掴んでツーアウトです。3番バッターナバーロ。まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど。組み立てのポイントになってきそうですね。これは手が出ないか。あっという間にツーストライクです。アウトコース外れます。バットは動きません。よく見ています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。勝原抑えてスリーアウトチェンジです。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあ、そうですね。もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。ボールになります。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。5番バッター中谷。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。勝原まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高めの変化球は決まりません。引っ張った、取った、一塁送球します。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。さあ、この終盤で一塁にランナーを背負います。バッターは北条。何か仕掛けてくるかもしれませんから、ランナーの動きには注意しておきたいですね。さあ仕掛けてくるでしょうか。まあ、ここはバッターの狙いがわからないならアウトローのストレートですね。なるほど。さあどう来る。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスは7番福留。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。ここもファールです。見逃して三振になります。赤星さん、ここでもう一押ししておきたいですよね。そうですね。ここで追加点が入るとグッと勝利に近づきますからね。もうちょっと離しておきたいですよね。そうですね。追加点を取って、インサイド落ちました。これはどうだ、破りました、センター前。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウト。8回の表、追いかけるタイガースの攻撃。バッターボックス梅野。先ほどの打席はショート、初球打ち、ここは打ち上げています。坂本抑えてワンアウト。バッターボックスには代打の近本。まあ、小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ、改めて集中していきたい場面です。引っ張った、これはどうか、ヒットになりました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター糸井。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを、インコース詰まりました。取ってツーアウトです。2番バッター上本。今日
今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。彼はクイックが速いですから、ランナーは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうですね。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れない。変化球で空振りを取ります。さあ、マウンド上の立原、完封を予感させる投球でここまで来ています。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。そうですね、あと1イニング頑張ってもらいたいですね。ベンチの期待。変化球空振り、ワンアウト。4番バッター、ソラーテ、今日はまだ当たりがありません。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。立原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。落ちるボールは、これは外れています。インコースへの変化球、ストライクです。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターボックスは5番中谷。まあ、前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方は工夫したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打ちました。セカンドが取る。これで3アウト、試合終了になりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な無四球完封勝利となりました。